要注意、住宅ローン。2020年4月からフラット35の制度が変わった。今回からは返済比率に含めますので、かなり厳しくなっております。こんにちは、山田孝明です。本日は年間7万件から8万件利用されている住宅ローンフラット35のお話です。なんと、2020年4月からフラット35の制度が変わりました。この変更は今すでに住宅ローンを組んでいる方や投資用のローンを組んでいる方には重要な変更点となっております。また本制度は2020年4月1日以降の借り入れ申し込み受付分から変更となっておりますので、これから申し込みされる方は新制度適用となります。今回は3つ制度変更がありました。1つずつご紹介していきます。さあ行くぞ。まず1つ目は総返済負担率の算定に含める借入金の対象を一部見直します。この制度は細かく2つあります。1つ目が賃貸中の住宅に関わる借入金の返済額を年間合計返済額の対象に追加。これはワンルームや戸建てなどの投資物件をローンで購入した場合、賃貸中であっても月々の返済額を年間合計返済額の対象に含めますとのことです。今までは投資用のワンルームマンションでローン残債があっても返済比率に含めずにローンがあるとみなされなかったので、普通に住宅ローンを借りることができました。でも今回からは返済比率に含めますので、かなり厳しくなっております。例えばワンルームの投資マンションを月々10万円ローンで払っている場合で、11万円で賃貸に貸しているとします。今までは月々この10万円のローンというのは借り入れと含まれませんでした。しかしこれからは賃貸中であっても月々10万円の借入金があるとみなされるようになりました。なので投資用のローンがある人はフラット35で住宅ローンを組むことはかなり厳しいですね。しかしこれには例外があります。1棟とかのアパート等は事業用とみなされるので、今まで通り返済額から除外されます。まとめると、ワンルームや戸建てなどの投資ローンは NG、 アパートやマンション1棟まるまるは OK。 感想としては、これは投資用の物件を住宅ローンで組んでた事件の対応策なので当たり前かなっていう感じですね。そして2つ目は売却予定の住宅に関わる住宅ローンの取り扱いの見直しです。こちらはすでに住宅ローンを組んでる方が買い替えをするときに重要な変更点です。持ち家に住宅ローンがあり、売却前提で購入の住宅ローンを先に組むことができるのは前からの制度で変更はありません。この際に売却を不動産会社に依頼しますという現自宅の売買契約書が必要になります。売買契約書とは自宅の売却を不動産業者に依頼する書類です。今までは売買契約書があればそれで OK でした。しかし今回から売却予定の住宅ローンの残債が売買金額より下回っている場合は自己資金がその分必要になります。さらに売買金額が妥当かどうか機構もしっかり審査に入りそうです。例えば持ち家のローン残債が2000万円、売買金額が2500万円、これは OK です。持ち家のローン残債が2000万円、売買金額が1500万円、これは500万円の自己資金のエビデンスがないとダメになりました。売却しないで賃貸に貸しちゃうなんてこともあったと思うので、こちらは売却する不動産がしっかり抵当権が抹消できるかの確認ですね。そして2つ目が資金用途がセカンドハウスの取り扱いの場合を一部見直します。セカンドハウスを取得するためのフラット35を二重に借り入れることはできなくなりました。今までがセカンドハウス2軒3軒というのが可能でした。例えば自宅1軒、軽井沢に別荘を1軒、熱海にもう1軒、合計3軒をフラット35のローンで組むことができました。これからは居住用のマイホームとセカンドハウスの合計2軒は取得できますが、セカンドハウスを2つ取得することはできません。ここが要注意なんですけども、フラット35の返済中にセカンドハウスを第三者に賃貸することはできませんので注意してください。万が一第三者に賃貸した場合は債務の全額を一括で返済していただくこともあり得ます。そして3つ目がフラット35借り換え融資の期間を一部見直します。今まで借入期間の下限は最少で15年でした。60歳以上の場合は10年です。今回からは15年未満となる場合もフラット35の借り換え融資をご利用できます。短期の借り換えでも対応するということなんですけども、
そもそも短期だと借り換える意味がないので、案件としてはこれはあまり増えないのかなと感じています。本日はフラット35の2020年4月から適用の変更点をご紹介しました。今回は投資用物件を住宅ローンで組んでたという事件の対応策ですね。結論、ワンルームや戸建てなどの投資用ローンを持っている人はかなり厳しい結果となっております。他の銀行でもワンルームの投資用ローンがあっても、住宅ローンが組める金融機関はまだまだあります。しかし、フラット35ほど審査は甘くありません。これから他銀行もどんどん厳しくなっていくのかなっていう感じはしますね。しかし、その時の状況で利用できる金融機関も変わってくるので、ケースバイケースで対応していきましょう。では、最適な住まい探しを。ありがとうございました。僕のチャンネルでは不動産情報やニュースなど取り上げていきます。自分なりの考え方も含めて分かりやすく解説していきますので、ぜひチャンネル登録してください。